コンコンコン、つねさん。はいはい。来たね。ドライブ。これから。今日何の車乗るの ？GTR。GTR、ドカゲ君一番乗りたかったんでしょ？だからさ、パパのレースのお仕事してるじゃんか。スーパー GT の。でさ、日産の人にお願いしてもらって、GTR で、一番速いやつ借りてきた。日産 GTR ニスモっていうので、すんごい速いよ。パパはこれサーキットで俺走ったことあってさ。この車？うん、レーサーの人の隣に乗ったこともあるし、とにかく速いよ。行く？ドライブ行こっか。じゃあメントス食ってるね。メントス一個ちょうだい。落ちたやつじゃん。じゃあ行くか。早速ドライブ。うん。な。うん。なんか。うん、音も迫力すごいね。GTR が好きなの？見た目がかっこいいの。見た目がかっこいいのか。確か。もうこれさ、本当にサーキットとか走れるレーシングカーレベルだよ。だって最高速何キロか知ってる？最高速度、一番速い速度300キロを超えるよ。600馬力。ちなみに600馬力の馬力は馬に力と書きます。もう目が追いつけないぐらいで。目が追いつけないよ、全然。絶対目玉ぐらいで遅いでしょ。どういうこと？目玉ぐらいで出てるやろ、来たの。それは知ってるよ、ケケケの来たの目玉ぐらいじゃん。 VSGTR は絶対 GTR だよね。なんかそういえば昨日ショッキングな出来事があったっつってなかったっけ？ショッキングなことがあったっつってなかったっけ？ショッキング、ショックなことがあったっつってなかった。何ショックなこと？友達と、テラス、うん、そしたら花壇の片方だけちょっと割れてて、ちょっとなんかでシャキンって怪我したってこと？ちょっとすりむいたってこと？ショックなことがあったっていうか、なんかさ、心に傷ついたの？ニンジンタワー。ニンジンタワー。ニンジンタワーって、キャロットタワー。ショックなことっていうからさ、心になんか傷ついたことがあったのかと思ったら、この間漢字テストできたの。どう？先っていう感じが分かる。先？先生の線。うん、先。先ってだから先生の線でしょ。だから先に生まれた先生。この間さ、パパの車でさ、トカゲくんとドライブってやったじゃん。それがすごいさ、多くの人に見てもらえたよ。トカゲくんかわいい、いっぱい言ってたよ。
嘘。え、パパのではニュースになってないの？なんでだよ。あ、そうなんだ。嫌じゃないの、ニュースになるの。いいニュースだもんね。悪いニュースはさ、嫌だけど、いいニュースだったらいいよね。あ、みんなにあれ教えてあげなよ。この間ほら、パパの車のドライブの時はさ、いいね、行きたい、いいね、行きたい、映画行きたいって言ってたじゃんか。映画行きましたか？行きました。行ったね。だけどその日じゃない。その日はだってたぶん睡眠だったんだから。いるでしょ。だけど行ったじゃんか。どうだった映画？楽しかった。最初さ、ちょっとどういるかなーって、ちょっとドキドキして。めちゃくちゃビビってたでしょ。めちゃくちゃビビってない。いや、めちゃくちゃビビってたじゃん。違う。それでだってポップコーンも食べなかったじゃん。そうそう。正直に言って、ちょっとビビってたでしょ。ビビってはいない。いや。ちょっとドキドキ。あ、ドキドキしてたの。それビビってるってことじゃない。違う。あ、違う。でも面白かった。感動したね。だから、ほら、みんな気にしてたから。映画行ったかなって。これだからさ、今ドライブ行ってさ、ちょっとさ、広いところでさ、車止めてさ、見ようぜ、外回りから。かっこいいから。今ほら走ってるだけじゃ、中だけじゃん。外からちょっとこう、かっこいい絵を撮ろう。写真撮ったりしよう。よかったね。お、見て富士山。富士山。やば。綺麗だな。すごい今日近く見えるね、天気が。わし？あれわし？え？わしみたいな見た。トンビじゃない？トンビかタカか。わしではないんじゃない？わしみたいだった。わしって、わし？トンビかタカだろ。ミミズク。何？いや多分トンビだと思う。あれ何？今度なんかあれ何？タコ？タコかなんか飛んでね。あ、なんだ？なんか飛んでない？あれか、あれか。風に負けてるカラスか。あれなんだ？タコだろ、タコ、タコ揚げしてんだろ誰かが。ちげえわ。なんか、なんだこれ。海でなんかやってんの。海でやっぱタコ揚げか。タコ揚げ、タコ揚げ。なんかよくわかんないさ、さ、人がさ、こうやってグライダー開いてもみたいになってんだけど、ヒーッ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 みたいな。楽しそうだね。あ、あれは、あれのこと、あれのこと。トンビじゃない、トンビか。トンビ、トンビ。なんだろうね、トンビか、トンビだな。なんか狙ってんだよ、多分下でなんか食べ物。あれミミズクかな。すげえミミズク好きじゃん。ミミズクさ、ミミズクってあんまり俺ピンとこない。何ミミズク。ミミズクってフクロウみたいな。ああ、フクロウではない、あのミミズクではない。全然、だからトンビ。何何何何何トンビ、トンビ
ビだっつってんじゃん。なんで知ってないんだよ。コンビだよ。だってさ、今さ、変なさ、顔長いさ、あのさ、アヒルみたいのがバーってなってたと思う。顔長い、あ、海鳥じゃないの、そしたら。わかんないけど。ペリカン？あ、ペリカン？いや、ペリカンが飛んでるから。バーン。今走るとことか猿とかたまにいるから朝お前今の時間ねえかな。朝はね結構猿いるから。猿いるわけないでしょ。いるんだってさ、高速道路に。え、高速道路っていうか普通の山道。山にはいると思うよ。タウドンみたいにウキ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 やって。そういうところでさ、サルさんいるときあるの？ほら、言うたー！いや、いるときがあるっていうだけで、いないよ、今。たまにこういうとこ走ってんの？ほら、言うたーだって、ほら、言うたって何？ほんとだもんだって。何言うた？ほら、言うたって。タヌキとかいるんじゃない？ほら、言うたそれは言うたって何？どういうこと？別にいるって言ったの聞く。山なんだ。ってことは早く外見たいな。力持ち、タヌキさ、いるってこと？このプラスチックっていうか、鉄のコーンやって、コーンやってタヌキのお腹で、コーン！で、今度は鹿持つ鹿マーク出てきたよ。鹿もいるかもしんないじゃん。ほら言うたー何でほら言うたってどういうことよ。知らん。花粉がすごいよな。花粉、花粉の時期だから。だからさ、たどきさんも出てきてさ、花粉がかかったらお腹痒くなって、かっこかかりたいわー、山から車降りてきた。景色がいいところ。そこに車を見ようぜ。ヤッホー言える。え？ヤッホー言えると。ヤッホー言ってみたら。ヤッホー。いや、ここで言ってんな。ヤッホー、ヤッホー、ヤッホー、ヤッホー。ヤッホーって言ってさ、地球中さ、回ってさ、ドキッつって自分の背中に当たったらどうする？ヤッホーが？うん。それでさ、自分の耳に入って、ヤッホーってもう一回ドキッしなって、ヤッホーってドキッしなって、ヤッホーだけ繰り返しな。何言ってるか全然わかりません。到着。じゃあ富士山とトカゲくん撮ります。はい、こっち向いてください。ちょっと俺撮ってよ。富士山と俺。三次撮った。撮れてる？まだ。なんで？どこのボタン押すの？もうそれでいいの。回ってる ビデオだ。今日楽しかった？うんうんうん。ドライブ、うんうん、幸せ？うん、よかったね。あと何乗りたい？今度電気自動車。電気自動車、うん。
ルシェ。うん。この間パパ乗った。どういう音するんだろう。電気自動車はね。いいね電気自動車もね。どうぞ。え？うるさい？高木くんは車好きなの？バイクも好き。え？バイクも好きなの？うん。だけどレーシングカーの方が好きかな。レーシングカー？例えば、うん、こういう GTR とかも好きだけど、うん、ベンツの F1 みたいのもさ、ああいうの。ああ、F1？ うん。あと、あれ乗ってみたい。フォーミュラーか。何？GT カー。GT カーに乗ってみたいの？うん、そうなの、うん、それはね、パパのじゃあお仕事の人に言っとくよ。GT カー。GT か言っときな、一応誰か GT か乗せてくださいって、ね、うん、言っときな、誰か GT か乗せてください。レーサーの人にお願いするしかないね、うん、じゃあ行くか。さあというわけで今日もまったり親子でツーリングじゃない、今日もまったり親子でドライブでしたけど、もしよければチャンネル登録そしていいねボタンよろしくお願いします。なんか他にもいろんな車乗りたいね。 GT カーがいいね。 GT カーがいいの？ハードル高いね。でも本当はまあ、今回僕の仕事で日産さんはなんかねお願いしたら貸してくださったんで本当にありがとうございました。いい思い出ができました。それじゃあ皆さん素敵な一日をお過ごしください。西さん本当にありがとうございました。じゃあねー、バイバーイ。きつねさん、な中尾さんさん、あきよしさんさん、きつねさんさん、な中尾さんさん、あきよしさんさん、きつねさんさん、きつねさん。